現在全国ここ秋の全国交通安全運動館中になっています。日曜日から始まりましたが、今日は5日目になります。各町田市の各地域では警察の方に、警察官の皆さん方に協力をいたしまして、交通安全協会の皆さん方がボランティアで交通指導を行っているところです。ここは静川市民センターの前になります。ちょうどこの静川街道の面しまして、この左側は静川団地に向こうですが、ここも非常に車が多いところです。静川地区では静川第二支部というのが交通安全協会の名称ですが、ちょうどたまたま今本部の巡回車が回ってきたところです。ちょうどこの時間はたまたま両方とも車が少ないんですが、通常はもうこの道に溢れんばかりに車がこの通過をしているところです。この交通安全協会の皆さん方が交差点を中心に安全指導をされております。今日はこのちょうど今回の運動が始まりまして、日曜日からですので、日月火水木曜日と5日目を迎えました。ちょうどこの循環の秋の交通安全運動のちょうど半分を過ぎようとしているところですが、町田市でこの交通事故の犠牲者がもう発生いたしませんように、現在5人だということですが、これ以上今年発生しないようにということを願いまして、この交通指導が強化が行われているということです。ぜひドライバーの皆さん方、歩行者の皆さん方も交通安全第一でこの通行してもらいたいと思います。今日は静川市民センター前、町田市交通安全協会第二支部のところからご案内いたしました。終わります。